事業協助セーブです。今日は下げが不良でなかなか取れないので仕方がないですね。下げがいっぱい取れたらばいっぱい料理して食べらせますので、今回は雑業で今朝市場から上がったの新しいのを今おついに炊いてますので、どうぞ召し上がってみてください。大変おいしいですよ。これもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いては城内太神楽の皆さんです。城内太神楽の皆さんもコロナ感染状況を見ながらできる限り活動を続けてまいりました。会員一同このようなイベントに参加できることを感謝し、一生懸命参りたいと思います。メッセージを、はい、はい、入りました。メッセージをありがとうございます。それでは城内太神楽よろしくお願いいたします。
Hey, 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 hey.
Thank you.
さて、それでは小林さんにちょっとお話を伺いましょう。はい、急なのでね、もう、はい、マイクすみません、お願いいたします。どうぞ前の方へどうぞ。はい、はい、小林さん、はい、もう何年ぐらいやってるんでしょうか。何年80年、70年かな。70年。本当にっていうことは、生まれた時からやってます。生まれた時から、はい、っていうことは今70歳。はい、それはどういった縁で、入ったんですか。やっぱり親もやっておりましたんでね。ああ、そうなんですか、うん。おじいちゃんがやっていたということなんですね。はいはい、どうなんでしょうね。そこのうちの子供に生まれると必ずしもやその親が入っているところに入らなければならないということがあるんですか。そういう決まりもないですけども、うん、まあ、みんなそういう気持ちでおりますね。ああ、やっぱりそうなん、はい、だからこそ続けて、はい、皆さん続けていらっしゃるんですよね。はいはい、やってみてどうですか。やっぱり楽しいですね。どういうところが楽しいのかしら。やっぱりみんなもっと周りを盛り上げるという意味でも、はい、本当に楽しいですね。はい、そうなんですよね。はい、やはりね、周りが元気になればみんなが元気になるという、はい、そういう思いで今まで活動してきた、はい、ということなんですよね。はいはい、はい、とてもね、これからもどん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 ね、頑張っていただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、小林さんでした。ありがとうございました。